ラジオネームメフさんからいただきました。ほのけこんばんは。こんばんは。ほのけはサンドリオンのワンマンライブの前にダンスの倍速チャレンジの動画を4曲ツイッターに載せていましたよね。あの中で一番難しかったのはどれですか？ブランコリック。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。こんばんは。今夜も始まりました、黒木ほのかが一人喋りをお届けするほのけプライベートトーク第23回の放送は、君は青のままでおしゃべりしていきます。もう作家さんがほらもうここにアイドルの曲を入れるのにハマっちゃって、これはね26時のマスカレードっていう、私も割と数年前から応援しておりますね、あのアイドルユニットの去年の夏とかにリリースされたものですね。君は青のままで、すごく綺麗なね、森みたいなところで開けた森みたいなところで MV 撮ってて、あれはいいですね。なんかね、イントロというかド頭がセリフが入ってるのと、めっちゃ環境音が入っててミンミンミンみたいな、セミセミの声とか入っててね、すごいいい。環境音入ってる曲っていいよなって思いました。サンドリオンではあんまりないので、そう、あでもそれこそ8月8日のワンマンライブで初めてあのお届けしたユニット曲の01っていう曲で、最後の方に電車のガタンゴトンみたいな音が入ってるのが多分初めてかな。環境音は初めて。でもまあそれ私じゃない方のユニット曲なんで、私はあんまりこう関われてないんですけど。環境音いいよね。環境音オタク、環境音が入ってる曲でおすすめありますかっていうのを募集しよう限定的すぎるかな。まあ、今回ねあの後半の方で皆さんから送っていただいたアニソンとかを紹介するコーナーもありますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、まあ、さっきまでかゆい、ごめんね、さっきまであの朝香さん、あのアニソンシンガーのね、アジアに咲く花朝香さんがあのゲストに来ていた生放送をやってたんですけど、なんか朝香さんがさ虫好きみたいな、意外に虫大丈夫みたいな話をしたからなのか、なんか生放送終わった後になんかデカめの虫入ってきてでもそれはもう朝香さんがお帰りになった後だったので写真を撮っておきました。後ほど朝香さんね、あの連絡先交換ちゃんとしたから送りたいと思いますでさ、そのついでに絶対蚊なんか痒いよ、めっちゃ刺されてる、ほらもうこんなところに入り口あるから痒いんだけど、ちょっと書かないように頑張っていきたいと思います。よし。そして冒頭のお便りなんですけれども、まあワンマンライブのあのなんていうんですか、チケット売れたらいいなっていう思いを込めて、私あのツイッターにサンドリオンの曲の、倍速チャレンジ 1.5 倍速でかけてダンス踊れんのかっていう動画をねたくさん上げてたんですけど、4曲上げたんですよ。ネバーギブアップをもう一度、ゴーアクション、ファミリアベース、ハッピーアイスクリーム。でも私の答えはブランコリックこの中に含まれてない、これここそう。まあね、ハッピーアイスクリームとかネバーギブアップをもう一度は、まあ、ちょっと練習したけどそこそこいい感じに撮れて、ファミリアベースはちょっと一発撮りだったし、ゴーアクションはね掛け声が結構入ってるからそれを言いながらだとやっぱり大変だったんですけど、そのブランコリックはもうツイッターに載せるのがはばかられるぐらい全然できなくて、ブランコリックってなんかサビが心を行ったり来たり揺れてってこうなんかすごいジグザグにこう胸をこう上下に打っていくっていう振りなんですけども、これが 1.5 倍になったらもうみたいななっちゃって、そうこれ
ブランコリックがやっぱ一番難しかったですね。普通の等倍速というか標準のスピードでもやっぱりね、いつもメンバー間で言ってるんですけど、ブランコリックをかっこよく踊れてんのは小山桃代だけって。残りのメンバーはね、やっぱりブランコリックのダンス難しいって思っていて、未だにもう振り付けしてもらってから2年弱ぐらい経ってるはずなんですけど、未だになんか自信がないですね。サビ難しいんですよ。でもね、結構このダンスは評判がいいというか、ファンの方は気に入ってくださってるから、まだまだブラッシュアップしていきたいなと思っております。またあれだね、そのブランコリック全然踊れてない動画ひっそりとツイッターに上げるのでぜひ見てください。ということで、お便りありがとうございます。それじゃあそろそろ進めていきましょう。今日もみんな楽しくおしゃべりしようね。黒木ほのかのシークレットショールーム。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。はい、黒木ほのかでございます。噛んでないよ。はい、ここからは皆さんからいただいたふつおたを早速紹介していきたいと思います。ポイーン、いくよ。バウムさんです。あ、黒木さんこんばんは。先日のサンドリオン春の運動会お疲れ様でした。知力と体力、そして観察眼を生かしての優勝おめでとうございます。ありがとう。特に徒競走クイズではお題のタワマンに住んでる人を一瞬で見抜き、他のメンバーのタイムをぶっちぎっての勝利でしたね。いろんなトリオンズがいて面白かったです。一方で私はリレーでアンカーになったこともちょっとなんか生っちゃった。リレー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 、かけっこのやつでアンカーになったことも、三次元の彼女持ちでも、タワマン済みでも、虫を飼育しているわけでも、財布に5万円を入れられるほどお金持ちでもないですが、黒木さんとサンドリオンの皆さんを応援していきますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。そうね、そう、優勝しました。運動会では競争クイズのこのお題、もう借り物競争と、なんかこう、なんだろう、ちょっと借り物競争か、借り物競争を人質問形式みたいな感じにしてやってたんですけど、そう、なんかリレーでアンカーになったことのある人とかでもいたんですよね。あとタワマン住んでる人でしょ、虫を飼育している人、財布に今5万円入ってる人。もうこんなグッズ買った後に聞いてるからさ、みんなないでしょっつって。でもちゃんといたの、5万円入ってる人そうそうそう、まあ、3次元の彼女がいる人、なんか一瞬場が凍ったもんねうわみたいな、マネージャーこれちゃんと読んだんかなみたいなそう思ったね。でもいた。そう、小峰亜美ちゃんがこのお題を引いて、まあ、客席にね、いますか、いません、あーごめんね、いますか、いやいや、いないよね、ごめんねみたいなで、いますかって聞いたら、あれでもそう、みんなに見られてたし、しかもその三次元の彼女がいる人ってお題になった時、もうそもそもなんかファンの人もなんか いるかなみたいなちょっとキャラキャラしてて、やめなやめなそう、すごい楽しかったですね。いい運動会でした。まあ、バスツアーとかはやったことあるし、まあ、サイン会とかさ、そういう結構触れ合えるようなことってやってきたけど、運動会ってその中でも私はダントツで楽しかったかもって思いましたね。まあ、私が優勝したっていうのもあるかもしれないすごい楽しかったですね。もう一ついきますか。よし、愛想笑いが上手になりましたさんです。ありがとうございます。ほのけこんばんは。8月8日に開催された猿ほのけこんばんは。8月8日に開催されたサンドリオン春の運動会、そしてワンマンライブ、本当にお疲れ様でした
両方とも現地にて参加しました。ライブではメインステージとセンターステージを頻繁に往来するパフォーマンスで、僕はほのけを一生懸命目で追っていました。そこで面白いなと思ったのは、ドリオンズがそれぞれ自分の推しの方向を見るので体の向きが見事にバラバラで、ちょっとシュールで面白かったです。個人的にはセンターステージを使ってのパフォーマンスが大好きなので、次回からもぜひ使ってほしいです。ありがとうございます。絶対カットできないよね、もう今のサンドリオンをサルドリオン悪口じゃん、もう。あ、びっくりしちゃった自分で。初めての髪型をしましたけれどもそうね、やっぱセンターステージがあるのはいいなって思ったね。そう、なんか前回のワンマンライブで2階席があったんですよ、会場に。でアンコール1曲目はもう2階席にサンドリオン5人全員が現れるっていう演出をしたりとかして、その時もすごいやっぱりステージメインの本ステって呼んでるんですけど、本ステじゃないところから登場したりとか、違う場所で歌うってすごい楽しいなって思ったし、やっぱりファンの人驚いててよっしゃって思ったから、そう今回センターステージもたくさん使って、なんか、まあ、通路もね、通路も通って、そこの横にもファンの方がいてっていう感じだったので、まあディスタンスを取りつつ結構やりたいように、みんなでスタッフさんとかダンスの先生とかと相談して、いろいろねやりたいことを形にできたライブでしたね。そうか、体の向き確かにバラバラになっちゃうよね。自分の推しが本ステの方にいたらやっぱ本ステ見ちゃうし、センターステージいたらもうこうなっちゃうからね確かにそれはそうだわ。でもね、あんまり体の向きは気にならなかった。やっぱこっち向いてる人を優先的にっていうかさ、どうしてもやっぱこっち向いてくれてる人の方がやっぱ目が入りやすいから、あんま気づいてなかった。まあそうか、いいね。じゃあ私のことを推している方はずっと私を見てたんだろうか。そうなるかな。でも私も言うてもアイドルとか好きだけどさ、割と俯瞰で見るっていうか、なんか全体のパフォーマンスの揃い具合とかがすごい、うわ最高って思っちゃうタイプのオタクだからそう、意外に結構引いてみるからね。そっか、でも私一人を見続けている方もいるんですね。ちょっと気が抜けませんね。ありがとうございます。というところで、皆様たくさんのメールありがとうございました。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。ここからは番組コーナーに参ります。ほのチョイス。はい、ここでは毎回一テーマ、私が話したいことをピックアップしてお話ししております。今回のテーマはアニソン。イエス。先週の生放送ではアニソンを歌っている朝香さんがねゲストで来てくれたということで、もう私もあんまりアニソンこういうのが好きとかちゃんとお話ししたことなかったし、せっかくだしみんなでなんかいろいろこういうのがいいよって言い合えたらいいなと思いましたので募集しました。ちなみに私が好きなアニソンは、ゼロの使い魔第2期のオープニング I say yes ですね。でも1期のやつも好きだし、3期も4期も、4期ってか F も好きですね。いいいい、いちこさんいいんだよな、マジで歌うまいし、突き抜けるようなね、発声というか、シュパーン、いや元気になるもんそう、いい曲でもエンディングもいいんだよな。ルイズが歌ってるんですけど、それもいい。え、あれってエンディングだっけな、なんだっけ、ふん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 、好きって言えなくてごめんね、し、なんだっけこれ、
ごめんねっていう歌だったかな。これもめっちゃかっこいい。ラブビッグラブ本当ルイズが好きだからね、が好きだなとは。結構アニソンシンガーでいうと鈴木好美さんとか、あとはメインさんとかも好きで、鈴木好美さんはまあディスゲームが結構有名かなって思うんですけど、夢の続きっていう歌が結構好き。あれ何のアニメだったかな、なんか結構青春っぽいアニメの曲だったと思うんですけど、うん、あれもいいね。 Days of Dash とかもいいしね。 Days of Dash はデビュー曲かな、鈴木さんの。あれも明るくていいですね。朝倉そう、あいいですね。そうよかったな。メインさんはまあマクロスから入ったけど、あれが結構好き。稲荷コンコンの稲荷コンコン恋いろは、大空直美さんがね、あの主演発行で出てらっしゃったんですけど、あれのね、また君に恋してるっていう歌が好き。うん、なんかメインさんやっぱりこう結構繊細な歌声だったり、ちょっとなんて言うんだろうな、尖ったつららみたいなイメージの、ちょっとなんて言うんだろう、ガラスっぽい歌声だなって、声質だなって思うんですけど、このね、いなりこんこんの歌はめっちゃ柔らかい感じの雰囲気で歌ってらっしゃって、すごい私は衝撃を受けた、わーって。そう、なんかすごい好きな曲。あとまあギルティークラウンの曲とかサイコパスの曲とかはやっぱ好きですね。なかなかカラオケで自分では歌えないんですけど、そう、みんな歌うますぎてさ、自分では歌えないよね。ということで、じゃあ皆さんからの好きなアニソンもご紹介したいと思います。ムナイさんからいただきました。黒木さんこんばんは。こんばんは。僕の好きなアニソンはインサイドアイデンティティです。先週の番組中にもちらっと名前が上がりましたが、中二病でも恋がしたいはどの曲もすごく良い。この曲はキャラクターたちの年齢ならではの悩みが可愛い声でかっこよく歌い上げられているのがとてもお気に入りです。ハゼロリアル、弾けるシナプス、バニッシュメントディスワールド、ありがとうございます。私ね、中二病見てたんですよ。で、内田さん、内田真恵さんがさやってたじゃないですか。ビッカちゃん、ユータって言うじゃん。もう学生の時延々ユータってモノマネしてた。そこだけでも周り誰も知らないからさ、あ今日似てるユータ出たなって思っても、なんか誰にも共有できなくてすごい寂しい思いをしてた。いいよねこれ、でん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 、あ聞きたくなってきました。ありがとうございます。続いてなんかね、今回めちゃめちゃいっぱいもらったんですよ。よし、カイさんです。ほのけこんばんこんばん。私が大好きなアニソンはダントツでウーバーワールドのコアプライドです。大好き、一番好き、最強。D テクノライフや激動も聞いてはいましたが、コアプライドがウーバーワールドをしっかり聴き始めるきっかけになった曲なので、今でも一番大好きな曲です。仕事の日は毎朝必ず聞いてパワーをもらってから出勤しています。ほのけは何かをする前に必ずするルーティーン的なものはありますか？アニソンの話したいんだよこっちは。でもありがとう質問を投げかけてくれた。コアプライドもね、すごいいい曲。青役のアニメも見てたし、あの本、なんかオタクって漫画のこと原作っていうらしいね。でもそう、ほんとそう。いや原作も読んでたんですけど、いやーウーバーワールド合ってたよね、青江くんにね。そうカラオケ行くと、あの青江くんのアニメ映像でコアプライドが歌えるのですごい幸せ。あー D テクとか激動もいいよね。ウーバーはすごくどの曲もいいです。何かをする前に必ずするルーティーンか。なんだろうな、お水を飲む。はい続いて
ハラハラさんです。ほのけこんばんは。こんばんは、好きなアニソンということで、自分の好きなアニソンはヴァルキリードライブのエンディング曲で、スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックです。ぶっ飛んだアニソンの中でも最高のスピード感でカラオケで歌っても楽しく、今でも好きな曲です。ほのけは電波曲聴いたりしますか、ということで。スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックね、あーなんか結構ね、やっぱコアなファンからね、すごいずっと愛されてる曲だよねって言いながら、さっき初めて聴きました。でもなんかすごい可愛い曲だね。2人3人ぐらいで歌ってるのかなね。なんか女性がまあ基本メインで歌ってたかな。でもたまになんか男の人の声入ってなかった、え、幻聴。でもなんか女の人もなんかちょっと可愛らしい感じの声の人と、かっこいい感じの発声の方がいた気がする。いいね、電波曲は。電波組インクちゃんもうアイドルになっちゃいますけど、もうきは聞いてましたね。あ、それこそサイキクスの歌ってましたよね。トゥ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 ルルルルトゥトゥみたいな、トゥ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 。サイキクスめっちゃ好きなんですよ私。アニメ何回も見てて、あの小野大輔さんがやってるでかいゴリラみたいな、あれやばい、キャラ名出てこない、ほんとよくない、これオタク、あ、粘土力くん。そう、ほんとオタクの名残でもうキャラの名前より声優さんの名前でなんか呼んじゃう、よくない、粘土力、ボーオーオーみたいな、オーオーみたいな、なんかすごいチキ。いやいいですよね。ちょっと後でもう一回この曲は聴いてみたいと思います。ありがとう。じゃあ続いてはおむそばてるまさんです。ほのけこんばんは。こんばんは、僕の好きなアニソンは戸松遥香さんの Q&A リサイタルです。もともと好きな曲だったのですが、僕がサンドリオンのライブを初めて見たアニサマ欅広場のステージでサンドリオンの皆さんがカバーしていたのが今でも強く印象に残っています。感想の337拍子のコールでほのけほのけ love ほのけと叫ぶのがめちゃくちゃ楽しかったので、また歌ってほしいです、ということでありがとうございます。そうね、歌ってましたよ。うわー懐かしい。そっか、アニサマ欅ってカバーというかアニソンを歌ったのか。そうか、懐かしいよこれね。337拍子このさ Q&A リサイタル結構あのサンドリオン1年目2年目ぐらいから歌わせていただいておりまして、その2番終わった後のね337拍子のとこ、まあ、その当時ほのにゃんって呼ばれてたんですけど、ほのにゃんほのにゃん LOVE ほのにゃんって一番大きく聞こえてきた日にはすごい嬉しかったですね。やっぱりあーって愛してもらえてるって感謝ですね。もうこれはもうオリジナルの振り付けをダンスの先生にもつけてもらったりなんかして今でも踊れますね。飽きるくらい全部君が好きだよ、ハートは涙でいっぱい、これハート、ちょっとこっちもうマイク持ってるんであれなんですけど、懐かしい。私もすごい Q&A リサイタル、セットリストに何回も入れてくださいっていうぐらいめっちゃ私も好きでしたね。メンバーも結構やっぱり Q&A 次のライブやりたいですみたいな言ったりして、メンバーの中での人気も高かった。いい曲だよね、かわいい。よし、続いて、ルシオさんからいただきました。ほのけこんばんこんばん、好きなアニソンということでいっぱい考えたんですが、堀江由衣さんの心晴れて夜も明けてをあげたいと思います。ジューベイちゃんにシベリア野牛の逆襲というアニメ、もう2004年にやってたやつの主題歌です。その中でもサビである時々進めないもがくけど何か立ちはだかるけど私を試すけど幸せはどこにでも待ってる、どこへでも行ける私
この道その先へという歌詞に勇気をもらって何回も当時聞き返していました。また作詞をされた岡崎律子さんと堀江由衣さんのタッグが本当に好きなのでこの曲が入ったアルバムが今でも宝物です。ありがとうございます。おーそっかいいね。確かに幸せはどこにでも待ってる、どこへでも行ける、いい言葉だ。もうやー、でももう15、6年くらい前のアニメの曲ということで、堀江由衣さん一時期ちょこちょこ聞いてたけど、一番なんか印象深いのはイモラリストっていう曲ですかね。めっちゃかっちょいい、今まで私があんま聞いたことがないようなメロディーとか雰囲気で進んでいったからすごいいいなって思った。多分イモラリストがきっかけでちょっとダークな世界観を持ったアーティストさんとか聞くようになった気がする。アリプロとか妖精帝国とか、もう妖精帝国もすごく聞いてた。なんか空耳でさ、あいつバイトないみたいなあったよね。すごい聞いてたその曲とか。いや、あ、そう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 、空想メソロギー。いやーいい曲だよね。ありがとうございます。まだまだいけるかな。よいしょ。マートさんです。ありがとう。ほのけこんばん。こんばん。好きなアニソンですが、テレビアニメトラドラのエンディングテーマオレンジでしょうか。トラドラはアニメ自体もすごく良くて本当に好きな作品ですが、特にこの曲の歌詞自体がめちゃくちゃ刺さって当時は散々聴きまくりましたね。ほのけもサンドリオンのライブにて一度この曲をカバーしたことがあるとのことですが、僕のような聴けていない雑魚のためにもまたどこかの機会で歌ってほしいです。何卒よろしくお願いいたします。ということで雑魚いやこれは雑魚だよ、聴けてないんだ。かわいそう。そうレンジも結構5、6回ぐらいは歌わせていただいた気がしております。これもまだ踊れるよ。オレンジ色に早くなりたい果実、君の光を I be the ってずっとねダンスの先生が間違えてた。 I'll be there だと思ってたんだっけ。浴びてっていう歌詞なんだけどなんで勝手に英語にするんって、しかも I'll be there ってどういう意味っていうね、すごい思い出深いですね。トラドラ私も見てたね。見てたし、見てたっていうか、まあ当時はそのずっと毎週見てたわけじゃなくて、なんか深夜にテレビをつけたら一発かましたらイエイって串枝みのりが言ってたっていうのすごいなんか覚えてて、そのあと2回ぐらいなんかガッて一気見しましたね。あのクリスマスの話がいいですね。なんかクリスマス会みたいなのちょっと大きめの場所で、体育館かな、あれ大きめの場所体育館かなんかでやるやつ。そうあれなんかクリスマスの歌も歌ってたし、すごいいいな、青春っていいな。はい、ありがとうございます。もう一ついける。ウラケンさんからいただきました。ほのけこんばんは。こんばんは。僕が好きなアニソンはマクロスフロンティアの星間飛行です。だってキラって可愛いじゃないですか。中島めぐみさんが歌っているオリジナルはもちろんのこと、いろんな声優さんやアイドルさんたちがカバーしているのも聞くの大好きです。サンドリオンもカバーしてたんですよもう人気曲、好きな曲もう全部やる、欲張りよね本当サンドリオン。いや星間飛行は本当に未だにね、サンドリオンの番組とかで話題に上がるんですけど、本当にサンドリオンって名前がつく前に、メンバーでずっと半年間ぐらい練習していた曲で、これも元々の振り付けね、ご本家の振り付けを生かしつつ A メロとか B メロもちょっとフォーメーションつけたりしてもらって、ずっと練習してて、初めて2017年3月かな
に、アニメイトさんのステージに立った時に、いやこの曲披露しましたね。その曲、その時何やったんだったかな、青函飛行と甲賀忍法帳のテレレレレレっていうやつ、その曲は小山桃代ちゃんが振り付けをつけてくれました。あと何やったかな、ちょっとその2曲がすごい印象深いですね。あとは内田真彩さんの曲とかもサンドリを歌ってたりする。手紙は君に問いたいっていう、そうあれもはやっていう、なんかサビの最後らへんめっちゃ高くて辞退しました。ちょっと黒木は無理ですねえ、いろんな思い出が。なんでちょっとなんか賑やかしといてくださいいやー懐かしい。どの曲もね本当に素敵な振り付けをつけてもらったし、歌割りもマネージャーさんとかと相談して決めて、いや思い出深い。カバー曲をたくさんやってた時代もめちゃめちゃ楽しかったなって思います。もちろん今のオリジナル曲だけでライブができるっていうのもね超幸せだけど、どっちもいいよね。たまにはカバー曲1曲ぐらいやりたいななんて思っちゃう時もあるので、あんまり期待せず待っといてくださいということで皆様たくさんの好きなアニソンありがとうございます。以上ほのチョイスでした。シークレットショールームほのけプライベートトーク。プライベートトーク、今回の放送もあっという間におしまいのお時間だそうです。ただアミアミ SSR チャンネルの会員さんはこの後も少しだけ番組が続きますのでお楽しみください。さて黒木ほのかのシークレットショールーム、そしてプライベートトークの2つの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。生放送のシークレットショールームには各回のゲストさん宛てのメールなどを募集中です。次回のゲストはりょうこアトミックモンキーの前川涼子ちゃんでございます。なんかまあ私たちに話してほしいこととかありましたらぜひぜひ送ってください。プライベートトークには私への質問メッセージ、あとはほのチョイスで取り上げてほしいテーマなどもお待ちしています。すべての投稿は番組ページのメールフォームからお送りください。そして、朝香さんと私のサインが抽選で当たるツイッターのキャンペーンの締め切りは本日いっぱいとなります。番組アカウントをフォローの上対象のツイートリツイートしてください。朝香さんと私のサインなんてめちゃめちゃレアよなのでぜひリツイートだけでも参加できるんでよろしくお願いいたします。じゃあ軽くお知らせですが、サンドリオンが10月27日に初めてのフルアルバムを提出します。出しますえ、発売します。頑張って制作します。よろしくお願いしますはい、ということでこんなんだったっけな私の番組はい、それではそろそろお時間です。お相手は黒木ほのかでした。バイバイ。黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。